シーラーフは、イランのブーシェフル州キャンガーン郡に存在した都市。ペルシア語で、港を意味するバンダルの語を付けたバンダレシーラーフとも、書かれる。ペルシア湾北岸のイランのブーシェフル州に含まれる、区域に位置する。シーラーフの遺跡は、ブーシェフルの東 220km、バンダリアッパースの西 380km、キャンガーンの東 30km に存在する。かつて、 ペルシア湾はアラビア海を経由してアラビア半島とインドを往来する船舶の航路となっていた。ダウブネなどの小型の船舶も海岸の近くを航行して陸地を視認できる状態を保つことで長期の航海ができるようになっていた。シーラーフの発掘調査に参加した考古学者の一人であるデイビッド・ホワイトハウスによると消耗品と射死品の攻易が広範囲に拡大したため シーラーフを起点としてペルシア湾と極東地域の海洋交易が盛んになったと説明されている。185年頃にシーラーフと中国の間に最初の交流があったと推定されている。初期のシーラーフはサーサーアンアサのアラビア半島進出の拠点として利用されたと考えられており、ホワイトハウスによってシャープール2世の地勢に建設された城塞 周壁の跡が発掘された。また、ホワイトハウスの調査によって、シーラーフで最古のモスクが建立された年代は9世紀に遡ることが確認され、町の近郊でパルティアとサーサーン朝時代の遺跡が発見されている。サーサーン朝滅亡後もシーラーフは、バスラ、ウブッタソハールなどのペルシア湾沿岸の都市と交流を持ち、インド、東アフリカ、東南アジア、 中国とインド洋交易の活性化に伴って、ペルシア湾の主要な港湾の地位は、シャットゥルアラブ川川口のバスラから湾北中央部のシーラーフへと移る。アッパース町時代のシーラーフは、バスラやウブラなどの都市と共に、海上交易の拠点として、繁栄を謳歌していた。シーラーフ商人は、織物類、金属製品、 こを輸出し、中国の絹やインドの香辛料を輸入して、利益を上げていた。アラビア半島沿岸を経由して、ジッタに到達するルート、東アフリカのカンバルートスファーラを目的地とするルート、インド西海岸とセイロン島を経て、関東に到達するルートが、9世紀から10世紀にかけて、シーラーフ商人が利用した主要な交易路となっていた。シーラーフでは、 ナーフホダーと呼ばれる船舶経営の責任者のもとで船団が編成され、彼らはインド洋世界の海運、小取引、シーラーフ商人の居留地間の攻易で重要な役割を果たしていた。中国の泉州にはシカバネラが来い、セナイという商人が居住していたが、彼らの呼び名は出身地であるシーラーフを御社したものだと考えられている。街にはイスラム教徒以外に ユダヤ人、ネストリウス派のキリスト教徒、ゾロアスター教徒、ヒンドゥー教徒が集まり、出身地もアラブ、イラン、インド、東アフリカのザンジバルと滝に渡っていた。王子のシーラーフは、バンダリ・ターヒリー、バンダリ・キャンガーン、バンダ・アイ・ディアの3つの港を統制下に置いていた。地理学者のイブン・ハウカルは10世紀前半のシーラーフについて、 インド産の地域材とザンジバル産の木材で作られた複数階建ての建物が並ぶ街の様子と建築物に多額の投資を惜しまない商人について書き残している。また、デイビッド・ホワイトハウスによってシーラーフの遺跡に存在する多くの小さなモスクに囲まれた改修モスクの遺構が発見されている。シーラーフが過去の公益活動で果たした歴史的重要性は いくつかの出土品によって示されている。過去に実施された発掘調査では、東、アフリカ産の造毛、インド産の石の破片、アフガニスタンのラピスラズリといったものが出土している。シーラーフが抱えていた他国の顧客には、高気茶歩きア朝の統治下に置かれていた南インドの商人も含まれ、商用でシーラーフを訪れたインド商人は、 街の有力な商人から艦隊を受けていた。シーラーフにおけるインド商人の重要性は彼らのために食事用の皿が予約されたという記録によって示されている。シーラーフでは海外の居留地に出荷する陶器、繊維織物、ガラス、比較染色真珠装信具などの加工、製造も盛んで10世紀後半に起きた地震によって街が衰退した後も陶器製品と比較は 重要な産業であり続けた。九百六十年代から九百七十年代にかけてホワイトハウスの調査隊によって発見された一万六千兆の出土品の大部分はロンドンの大英博物館に保管されている。十世紀初頭のイスラーム世界の勢力図の変動、九百十八年、九百十九年のシーランフ船団の海難事故によって街を取り巻く状況は変化し、 10世紀半ば以降のシーラーフには大敗、無気力の空気が流れていた。10世紀半ばにブワイフ町の支配下に入ったシーラーフは収入が大幅に増加するが、町は次第に衰退していき、住民はソハールなどの他のペルシア湾沿岸の都市に移住した。ヒジュラ歴366年もしくは367年に起きた地震によってシーラーフは破壊され、 その後町は再建されたものの、港が砂で埋め尽くされたために、港湾都市の機能を喪失する。イラク方面の政変、中央アジアのサーマーン町の滅亡によって、シーラーフは海上、中央アジアに向かう内陸の交易ルートを失い、住民は海外に形成された、居留地に移住した。町の衰退が引き起こした人間の移動によって、東アフリカ沿岸のスワヒリ都市には、 シーラーフ出身の移民のネットワークが形成された。やがて、ペルシア安上のキーシュ島がシーラーフにとって変わって、交易の拠点となる。13世紀に地理学者ヤークートが訪れた。当時のシーラーフは廃墟になっており、モスクだけが残されていた。当時の住民の多くは、手工業に従事し、移住者の中には、シーラーフと連絡を取り続けて、 町で生産された手工芸品を転売する者もいた。シーラーフの遺跡は世界遺産に登録されていないものの将来に向けた保存、維持の必要性が唱えられている。ありがとうございます。